And now for something completely different. It's デブ院長の持ってないサックス。
はい、皆様こんにちは、こんばんは、竹蔵くんです。ということで、ちょっとね更新に間が空いてしまいましたけど、なぜかといえば、まあ一生懸命練習してたからです。なかなか簡単にねこういう大物の曲は、演奏できるようになりませんので、ちょっと四五日かなり詰めて練習しておりました。ということでね、お届けしました曲が、まあね、ジャズにちょっとでもかじった方は皆さん本当にご存知の有名な曲ですね。ソニー・ロリンズのセント・トーマスという曲をお届けいたしました。でね、まあ、これは有名曲の有名なソロですので、ちょっと調べればネット上にね細部したソロの譜面がいっぱい出てきます。ちょっと間違ってるやつも結構あったんですけども、まあ、その辺をちょっと拾い集めまして、演奏しましたので、あの耳コピーじゃないです、ごめんなさいね、ちょっとサボっております。ということでね、まあ、皆さんもちょっと調べれば譜面がいっぱい出てきます。大変に良い演奏ですので、ぜひとも、余裕のある方は挑戦していただけたらなと非常に思う次第であります。ということでね、セント・トーマスですね、ソニー・ロリンズです。でこれはアルバムとしましては、こちらに出しますけども、あのサキソフォン・コロッサスというね、ジャズ史上に燦然と輝きます、超超大名盤というべき、ジャズを代表するレコードの一つというふうに思っております。あのジャズの名盤とかを紹介するときにですね、僕はこのレコードは必ず一家に一枚は必要だみたいな言い方をちょいちょい今までしておりましたけども、まあね、そんな感じでこのアルバムも一家に一枚は必要というよりはですね、あの家族一人に対して一枚ずつは必要なぐらいの、大名盤だと思います。ですから、お父さん用に一枚、お母さん用に一枚、おじいちゃん用に一枚、おばあちゃん用に一枚、それからお兄ちゃん用にもお姉ちゃん用にも1枚ずつ必要ですし、タラちゃんとタマにも1枚ずつ必要ですから、まあ、多分サザエさんのうちにはサキソフォン・コロッサスは8枚あると思います。ということでね、それぐらいの、レコードだと思います。昔ね、あのスイングジャーナルっていうね、ジャズファンの人向けの雑誌があったわけなんですけども、そのスイングジャーナルの読者の人気投票で、20世紀に残すべきジャズの名盤ベスト100みたいなの企画があったようなんですよ。で、まあ、21世紀に残すべくっていうからに、ね、多分20世紀の間にやった企画なんだと思うんですけども、その時にこのサキソフォン・コロッサスは3位でしたね。まあ、じゃあ1位じゃないのかよ、3位かよって僕は思うんだけども、まあその時の1位がビル・エヴァンスのワルツ・フォー・デビーですね。まあしょうがないね、これもいいアルバムだしね、うん。それで2位はといえば、マイルス・デイビスのカインド・オブ・ブルーですね。まあこれもしょうがないな。まあね、 で3位がこのサキソフォン・コロッサスで、ちなみに4位が、アート・ペッパー・ミーツ・ザ・リズム・セクションだったと思います。であとずーっと100位までその書いてありましたけども、ちょっとねネットで検索すると出てくると思いますんで、ぜひ一回見てみてください。ちょっと説明欄にリンクでも貼ってきましょうかね。なんていうんでしょうね、これからジャズを聴こうという人はね、上から順番に1位から順番にレコード聴いていくと、それなりに結構ジャズの入門用としてもいいなというリストでありました。まあそんなこんなでこのねサキソフォン・コロッサスってこのアルバム何がすごいってね、5曲入ってるんですけど、これがね全部ハズレがないんですよ。大体ジャズの名盤って言ってるけどもね、有名な曲が1曲2曲入ってるだけとかね、まあいまいちだなっていう曲が何曲か混じってたりとかするもんですけど、入ってる5曲が5曲それぞれが決定的な名演っていうのかね。でソニー・ロリンズがぶっとい音で歌心満載のもう痺れるようなソロをこれでもかというぐらい演奏しているっていうね、大変素晴らしいアルバムです。でこちらのアルバムが発売されたのが1956年ということですけども、当時ソニー・ロリンズが25歳、まだ駆け出しというか20代前半ぐらいの頃で、ちょっと自信をなくしてうじうじしてた時期があったんですよ、ロリンズって。で23か24ぐらいの頃にクリフォード・ブラウンとマックス・ローチに引きずり出されて、そこのバンドメンバーにさせられて、そこで自信を回復して、
満を持して作ったアルバムがこちらのサキソン・コロッサスですね。で、まあ、大変にこれが評判になりまして、一気にまあスターの座へと駆け上っていくわけでありますけども、まあ、ただね、やっぱり20代の前半ぐらいで最高傑作と呼ばれるものをね発表してしまったっていうのはね、その後のミュージシャン人生でなかなかしんどいものもあったんだろうと思いますね。で、まあ、1950年代60年代と活躍した後にちょっと自分の演奏に迷いを生じて、で引退しちゃったんですね。で、引退しちゃった後に行方不明になっちゃって、ソニー・ロリンズ、それからしばらくしたらなんかどうもどっかの橋の下で楽器を練習してる姿を目撃したぞみたいな情報がこう噂のように駆け巡って、で実際そこで練習してて自分を見つめ直して生まれ変わったソニー・ロリンズがこの橋っていうタイトルをね、アルバムで復活していって、で、まあ、現在に至るということで、現在91歳ということですけども、まだまだご存命で、一応ね、こう前世紀のような演奏活動はまだもうちょっとしていないようですけど、それでもまだまだ、ちゃんと楽器は吹いておられるようです。まあ、そういう素晴らしいレジェンドですね、ソニー・ロリンズ。で、僕はもう普段からチャーリー・パーカーとか、それからジョン・コルトレーンがどうのとかよう言うてますけども、なんだかんだ言ってソニー・ロリンズ大好きですね。すごいね、メロディアスっていうか、もう心の中から自然と歌が溢れてるような演奏なんですよね。これもう天才なんだと思いますよね。もうこういうフレーズをね、ちょっとサックスで真似して吹いてるとね、あ、なんかすごく勉強になるなっていうね、こっちも楽しい気になってきちゃいますね。ということで、今日お届けしましたのはソニー・ロリンズのセント・トーマスでしたね。テナーサックスの演奏を、ソプラノサックスで1オクターブ上げて、演奏いたしました。ということで次回もまたお楽しみに。うちのにゃんこがズキュンバキュン走り出す、ドキュンバキュンかけてゆくよ、ネコニャン伝説。この動画を気に入っていただけた方は、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また、ご意見、ご感想などコメント欄にいただけると大変嬉しく思います。では、また。